北九州最強の喧嘩自慢というキャッチコピーを持ち、ブレイキングダウンで一躍有名人になった松井健さん。今回は負け続けているものの、身長差をものともしないファイトスタイルが魅力的な松井健さんについてお話ししていこうと思います。松井健さんは福岡県筑紫野市にて生まれました。松井健さんは4兄弟の末っ子で、長男の松井隆介さんは株式会社松井組という会社を経営している社長さんでした。松井健さんの父親はすでに他界しているようですが、お盆の時期にみんなで実家に集まっている様子も投稿しており、素敵な家族関係を築いているということがわかりますね。そんな仲良し兄弟な松井健さんですが、実は一番上のお兄さんもブレイキングダウンのオーディションにも応募しており、オーディション内では最近弟の方が北九州で有名になってきてるんで、長男の俺が出て大人の厳しさを教えようかなと思ってると自信満々の様子だった兄の隆介さん。そして弟の松井健さんも兄ちゃんの方が強いんでと兄の強さを主張。しかしお兄さんの隆介さんはブレイキングダウンのオーディションに受かることはできませんでしたが、その後レブゼンフォックス主催の福岡炎上万博に出ており、見事 KO 勝ちを収めていました。松井健さんが兄は自分よりも強いと言っていたのも納得の結果となりました。強いお兄さんを持つ松井健さんですが、実は朝倉未来選手の YouTube チャンネルに投稿された街の喧嘩自慢にプロ格闘家がスパーリングを申し込んだらやるのかやらないのかに出演していました。朝倉未来選手が喧嘩自慢の相手を探している時に、ミッチーさん、朝倉ミッチーさんですよねと松井健さんが声をかけ、スパーリングに誘われて即答でやりますと答え参加することに。朝倉未来選手をミッチーさんと呼ぶ時点でキャラが立っていますよね。動画内のスパーリングでは高いポテンシャルを見せ、朝倉未来選手からは一番強くやる子だと言われており、さらには彼は喧嘩自慢の中でも結構上位に入る強さと評価されていました。そんな松井健さんですが、実は2013年12月25日に結婚していて、奥さんとお子さんがいます。松井健さんご本人の Facebook にご家族の写真が出ており、息子さんの前では話し口調も変わり、デレデレの様子でした。我が子には甘々な松井健さんですが、2019年にアウトサイダーに出場し、当時のキックボクシング歴は7戦3勝4敗、格闘技歴はその当時で1年でしたので、現在の格闘技歴は5年になります。そして松井健さんは2021年11月7日、ヤマトプレゼンツ DFC にも参加されており、キックボクシングルールで弘中達郎さんと対戦し、1ラウンドで KO 勝ちしています。格闘技経験者である松井健さんがついにブレイキングダウン8のオーディションに登場。オーディションでは YouTube でごたごた言いよるけど、エドポロキングと戦わせてもらえたらと思いますとエドポロキングさんとの対戦を熱望。それに対しエドポロキングさんは対戦を了承した上で、お前と対戦してもメリットがない、レベルが違うしメリットあるのお前だけやんと反撃します。オーディション内でのスパーリングでは見事 KO し、最後にはあとはエドポロが逃げなければ嬉しいですとコメントしていました。しっかりと強さをアピールできたこともあり、エドポロキングさんとの対戦が決定。試合が決まった2人でしたが、試合前からバチバチの様子。エドポロキングさんが TikTok ライブで行っていた際に松井健さんが乱入。ライブ内では口喧嘩に発展し、煽りまくる松井健さんに対してエドポロキングさんはさらっとかわしており、冷静な様子を見せました。2023年5月21日のブレイキングダウン8での試合はというと、1ラウンドはジャッジ全員がドロー判定で延長戦に突入しました。延長戦ではエドポロキングさんが長いリーチを生かしたパンチと膝蹴りで試合を優位に運び、松井健さんは5対0で判定負けとなりました。試合後には悔しさを見せた松井健さんでしたが、1ヶ月後にはダルビッシュ翔さんと一緒にエドポロキングさんと YouTube でコラボしており、食事をしながら裏話をするという企画でしたが、合流前にエドポロキングさんが試合後もスパーリングでカウンターで顎を打ち抜き松井くんを失神させたとスタッフに話しており、そのやり取りをしていたこともあり集合時間に遅れたエドポロキングさん。松井健さんは遅刻したことを指摘。少し怒っている様子の松井健さんでしたが、そこに追い打ちをかけるようにスタッフがスパで失神させられたんですよねと発言。気まずそうにするエドポロキングさんを脇に松井健さんは、は？いつ俺が失神させられたって？と身に覚えのないことを言われ苛立った様子。焦ったエドポロキングさんは、俺が失神させられたって話とごまかそうとしますが、納得がいかず詰める松井健さん。うまくかわし、試合当日の裏話に発展すると裏でも言い争いが起きていたと話し、エドポロキングさんに対してさらうぞと脅していたようで、それを言われたエドポロキングさんは逆にさらったろうかなと思っていたと話し、それを聞いた松井健さんは笑いながら、おいブロッコリー切ったろかと言い、エドポロキングさんを萎縮させていました。面白いキャラの印象のある松井健さんですが、やはり本物の悪だったのだなと実感しました。そしてこの様子を見た視聴者は、松井負けたのに生きんな、負けてるのに先輩風吹かせてて草、裏でボロカス言われるタイプの先輩やんと厳しめのコメントをしていました。ブレイキングダウン初戦は残念な結果となってしまった松井健さんですが、ブレイキングダウンの2戦目は2023年6月25日のブレイキングダウン 8.5 でした。対戦相手は現役ホストの牧伊沙耶さん。前日記者会見で牧伊沙耶さんは、俺らのマッチメイクは喧嘩自慢対決なんで、俺らにしか見せられない試合内容があると思うので楽しんでもらえたらと余裕を見せ、松井健さんは
前回は負けてしまいましたが、歌舞伎町のホストには負けないんで、と短い言葉でコメント。煽り合いは控えめの会見でしたが、牧伊沢さんは、ホスト言われますが、殴り合いするのに職業は関係ない。全然僕はビビらないですよ。北九州の喧嘩自慢なんて言ったら、テレビの世界の人なんで、やれやれだけで楽しみ。明日はバチバチで行こう、と余裕の笑みを見せ、それに対して松井健さんは、あんま舐めんなよ、おっさん、と言い放ち、苛立ちを見せました。松井健 vs 牧伊沢の試合結果は松井健さんの負けとなりました。この試合でも負けてしまった松井健さん、ここから弱いという印象がついてしまい、ブレイキングダウン 8.5 の試合直後にはもう出ないです、さすがにもういいです、すいませんでしたと BD 引退を示唆していました。しかしその後に自身のツイッターを更新し、もう一回チャンスもらえないかな、このまま終わりと思ってたけど、こんな俺にも応援してくれる人たちがいる、その人たちに恩返しで勝ちたいという気持ちでいっぱいです。これからしたくなかったけど格闘技を練習して次のチャンスを待ってます。運営の皆さんにこれが届けば嬉しいですとつぶやき引退を撤回しました。松井健さんの復帰戦はいつになるのか注目を集めていましたが、2023年8月8日に公開されたブレイキングダウン9の動画では、地下格闘技出身のサップ西成さんとの対戦が決まったことが発表されました。試合の結果はというと、序盤は松井健さんが押す形となっていましたが、後半にサップ西成さんが勢いに乗り、1ラウンドでは決着はつかず2ラウンド目に突入。勢いに乗ったサップ西成さんに圧倒され手数が少なくなってしまった松井健さんは判定負けとなってしまいました。試合後には自身のツイッターにて、今回はマジで落ち込んでます、正直負けたことも納得いってないし絶対リベンジしますと投稿していました。負け続けの松井健さんですが、今まで細々と YouTube をやっていたのですが、2023年8月24日から YouTube 活動を本格始動すると自身の YouTube チャンネルで発表。ブレイキングダウン喧嘩地区対抗戦にも出ていたミドル級代表の片山秀吉さんと共に配信していくと話し、 K1 選手の弘樹選手の YouTube チャンネルとコラボしたりしながらリアルを届けていくと YouTube の趣旨を説明し、今後はアンチ企画なども行っていくとし、意気込みを語っていました。これには負け続けてて需要ないよ、弱い犬ほどよく吠えるってことわざあるの知ってますか。また動画内でアイコス吸っている場面があり、これにもタバコやめよ、スタミナなさすぎて途中でもう見れる試合じゃなくなってるから、これアンチだと思わないでね、じゃないと弱いやつにしか勝てん、などという辛辣なコメントもありましたが、応援している方も多くいるので YouTube で成功できるといいですね。ブレイキングダウンでは3連敗となってしまった松井健さん、今後 YouTube をしながらでも果たして白星を飾ることはできるのか注目が集まります。他にも伝説を残した選手たちを紹介していきますので、チャンネル登録とリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。それでは次回の動画もよろしくお願いいたします。